東京タワースタジオ東京タワースタジオは東京都港区芝公園4丁目に存在したテレビスタジオ。旧名称は東京タワー芝公園スタジオ。現在の正式名称は東京タワーメディアセンター。かつてはこの建物をテレビ東京が日本科学技術振興財団のテレビ事業本部時代から本社放送センターとして使用していた。当初より この建物及び立地している土地は、東京タワーの運営会社である、日本電波塔の所有であり、テレビ東京が本社として使用していた当時は、日本電波塔に家賃を払って使用していた。そのため、この建物には、東京タワー放送センターという別称が付与されていた。しかし、百八十五年十二月十二日に、テレビ東京が本社を、虎ノ門の日系電波会館に移転した後、 管理主体が関連会社のアクトに移管され、テレビ東京スタジオセンターとして再スタートし、同時にケーブルテレビジョン東京の創出センターが入居した。建物名称はその後変更され、新たに芝公園スタジオとなる。テレビ東京は虎の門への本社移転後も天王図スタジオ完成まで多くの番組がこのスタジオで収録されていたが、同施設完成後は、 本来の地権者及び建物所有者である日本電波塔の管理に移行され、建物名称も東京タワー芝公園スタジオに改められた。さらにその後、運営主体となっている日本電波塔の子会社株式会社東京タワースタジオが設立され、建物名称も正式に東京タワースタジオと再度改められた。建物が1964年に完成して、 以来地区48年と老朽化していたことなどから2012年9月30日をもって閉鎖された。なおテクノマックスは同社の閉鎖に伴い2012年10月から東京メディア式 TMCA1 スタジオの管理を請け負い、このスタジオ同社のメインスタジオとして営業している。その後内部の改装工事を行った後2013年10月1日には 建物名称はそのままに、テレビスタジオ及び関連書室として使用していた場所は、パソナグループが運営する、スターライズタワーという多目的レンタルスペースとして、新たに営業を開始した。さらに2014年1月16日には、建物名称を、東京タワーメディアセンターへと変更している。現在は、スタジオアース、スタジオジュピター、スタジオビーナスとして、 各種イベントなどに使用されている。まれにテレビ番組の収録も行われている。ハウフルス制作番組の多くがここで収録されていた。末期は第1、第2スタジオのみ使用されていた。蒸気スタジオ以外での使用では BS ジャパンのプレミアムコリア管流ファクトリーでも当スタジオ施設内の会議室を使用して収録を行っていたこともある。ありがとうございます。